エヒアです。今日もノロノロよちよちとダイヤモンドヨークセーター編みながらお話をさせていただきたいと思います。さあメリアスになってね、なんかね、あの夜編んでてね、なんか最近ちょっと仕事が忙しくって夜編んでたらもうね、前も言ったね、これ言いましたね、寝ちゃうんですね。こうやってこうやって寝て、そうそうそう、なんかいつか目を落としたりちょっと失敗したりしそうな気もするからちょっと気をつけないとなと思って、でもこうやって動画を喋りながらね撮らせてもらってたらね、メリアス編んでたり、まあ、メリアスじゃなくても編んでて眠たくならないので、あの皆さんに私の眠気覚ましに付き合ってもらう形にはなっちゃいますけど、このメリアスを編むところ多分ずっと編んでると思うんですが、お付き合いください。でこれね、多分年内最後の動画になるんじゃないかな、ちょっとわかんない、もしかして撮れたら、なんか撮りたくなったりしたらあの撮るかもしれないんですけど、あのもうね子供たちも今日終業式、冬休み終業式、もうお姉ちゃんは終業式終わってるんだった。でもう冬休みに入っちゃって、あの家にいますし、で旦那さんがね羨ましいことに冬休みが長いんですよ。だからね、あの家にいる時間があったりして、そしたらねやっぱりこうやって動画撮影する時間はなかなかちょっと撮れなくて、まあ、編む時間はこうやって、まあ、子供たちが遊ぶところを見ながらずっと私編んでるんですけど、あのそういう風にできるんですけど、なかなかねこうやっておしゃべりしながら撮影っていうの自体がね難しくなるかもしれないから、一応今日はこれがもしかしたら年内最後のあの配信になるかもしれません。ということで、去年もねちょうどあの1年ぐらい前だったか、サンキュー2021みたいな題名で振り返りの動画を出してたんですよ、ね、今年どうだったかなっていう。で今年もちょっと出そうかなと思って考えてみたんですが、まあ幸せなことにねこう大きな変化もなくって、家族みんなね元気に過ごしてこれた1年、まあちょっと世界情勢とか見るとね大変な1年だったんですけど、まあうちの家族の中だけ見ると平和な1年で、なんか大きな出来事、大きな出来事あったわ、娘が高校に入学したんでした、合格してね、あの受験にね、そうそう忘れてた、そんな大事なこと忘れますもうね喉元すぎればってやつですよね、去年の今頃は娘頑張ってとかなんか言ってたのにね、もう忘れちゃうっていうね。まあ娘はねもうね私よりもはるかに大人でね、あの自分で自分のこと全部いろいろやってくれるから頼りにしてるし、もう信頼してるので、まあ、また高校、まあね、来年再来年と大学受験が視野に入ってきますけど、まあ頑張ってくれることでしょう、私たちはサポートするのみですね。でもね私ね料理が苦手なので、娘のそのために美味しいご飯を作って待ってるよみたいなことがねできない、できないというかやらないというか苦手なもので、そうそうそうんですけど、まあ心だけはね常にちょっとこう応援してるよっていうのはお伝えながら過ごしたいですね。とちょっと話がそれましたが、去年のねその振り返りから、まあ大きな変化なく私たちは家族はね過ごしてこれましたし、私もねこうやって趣味の編み物を楽しく続けてこれてるし、この YouTube もね、
と前回お話しさせていただいたみたいに、おかげさまで1000人登録していただいて、とっても、嬉しい1年でした。で、まあ去年はねチャレンジの年だったって言ってて、まあ毎年何かしらチャレンジしてるんだと思うんですよ皆さんね。だから今年もまあ大きなチャレンジは、私去年は YouTube を始めるっていう大きなチャレンジがあったんですが、今年はまあね YouTube を続けるだったり、あそうそう、このダイヤモンドヨークセーターにチャレンジするアムヒビニットブックに出会って、でこのセーターにチャレンジするっていうのはかなりのチャレンジですね私の中ではね。でいろんな出会いもあってね、やっぱり今年もね、ちょっとプライベートの方でもね、まあ、職場の方でちょっと退職される方とかがいて、ちょっと寂しい別れもあったりはしましたけど、まあ、その人らの旅立ちもちょっと応援しつつ、新しい友達やらとの出会いもあり、やっぱり振り返るとなかなか充実した1年だったのではないでしょうかね。でね、もうここ何、1、2ヶ月ぐらいでね、やっぱりこう純粋に自分が楽しいと思えることをやっていこうって思えたことも結構私にとっては大きい出来事の一つかもしれません。もちろん人に楽しんでもらいたいから自分が頑張るっていうのも大事なのかもしれないけど、何事もやっぱり自分が楽しんでやっていると周りの人たちも楽しいって思ってもらえることが多いのかななんてね、自分中心に考えてみました、ね、なので来年も楽しくマイペースにをモットーにこんな感じでやっていこうと思います。でね、私毛糸の福袋を、急に話が変わっちゃうっていうね、毛糸の福袋って買ったことないんですよほとんど。なので今年も買わないんですよね。で皆さんのがね福袋買ってご紹介していただいてるじゃないですか。あれを見てわーすごいな、素敵だなって思わせていただいてます。ありがとうございます。自分が買った気になってるみたいなね。私でも洋服福袋っていうの自体をねあんまり買わずに生きてきたので、ほとんど買ったことがないんですよね。お得なんでしょうけどね、おそらくね。そう、私ファッションとかもねあんまり無頓着でね、そうお洋服とかもね島村でいいかなみたいなねとかね、ユニクロとかね、無印、あんま無印可愛いからね、無頓着なんですよね。だからね皆さんほらお安い毛糸のお店とかセールしてたよとかね、情報すごいYouTuber の方たちお話しされてたりするじゃないですか。ああいう情報をこう仕入れてこられるのすごいなっていつも思ってる。羊熊さんをね、可愛い声のもういつも動画出たらすぐ見ちゃうんだけどね、その羊熊さんなんかもいつも紹介くださるでしょ、優しい、安く購入できましたよとかって、その情報をの仕入れ方がやっぱすごいなと思って。若いからかな、いや若さ関係ないよね、やっぱりいかにアンテナ張ってるかでしょうね自分の中でね。私もちょっとごめんなさいガサガサ言いますよ。で私もちょっと正直というか、できるだけこう貧乏に行ったって言ったらあれだけどなんか節約してね、ちょっとでも安い毛糸で楽しみたいなって思う派なんですけど、高い毛糸ちょっとこう躊躇しちゃうタイプなんですけど、だからねそれで安いの探したいと思うんだけど、なかなかねいつもね、探せないんですよね。だからね羊熊さんがね紹介してくださってた毛糸のお店は、すぐ見に行って、で、そこでまだ購入したことはないんですけど、なんて言うんですっけ、携帯のスマホのブラウザのお気に入りにポンっていつもすぐお店をお気に入りに登録したりするんですけどね
たら本当にありがたいです。でもほら売り切れちゃったらもう羊グマさんも買いたい時に買えなくなっちゃうじゃないですか、まあ、その紹介してくださってる方たちもね。なのにねみんなにシェアしてくださるのがねありがたいと思って、自分だけでほら安いの買っちゃったってねホクホクするんじゃなくてね、みんなにシェアしてくださるのが本当にありがたい。もう皆さんのおかげで私のあのケイトライフは助かっております。あ、そうそう、私ねずっと言ってなかったんですけど、まあもう皆さんね、あのあれには概要欄説明欄には載せてるので皆さんご存知だと思うんですが、このダイヤモンドヨークセーター、あの浜中さんのアメリーで編んでるんですね、前職ね。アメリーの一本取りでずっと前職編んでいて、だいたい今のとこおそらくゲージ通りぐらいの大きさで編めてるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、そのアメリーもね、アミピッピさん、アミピッピさんがアメリー大好きって言ってね言われているあの動画を拝見して、私それまでアメリーっていう存在知らなかったので、あの本当に毛糸にも疎いんで知らなかったから、へえと思って、で浜中さんの毛糸だったら私のところのね、あのマルヒア地方にあるあの手芸屋さんのところにもたくさん種類が置いてあるから、もしかしたらアメリーもね手に入りやすいかもと思って見に行ったら本当にたくさん置いてあったんですよ。多分今までもよく行く手芸屋さんで置いてあったんだろうけど気がつかなかったんですよね。そう、そしてしかもあの 20% オフのクーポン来てたから、そこその 20% オフクーポンで買っちゃったんですけど、だからねそういう皆さんの情報にね本当に助けられてる、そんな1年でした。でどんな1年ですかって話ですね自分で言ってて何言ってんだろうって最近よくね思うんですけどね。そうでね、一人で笑ってねもうね、もうメリアスだからサクサクいく、サクサクいくけど全然進まない、目数が多すぎてっていうこれウェアあるあるですよね、おそらくこのウェアのメリアス部分に入ってきた時あるあるなんじゃないですか。私なんか、実は今着てるこの灰色のこれ分かりますか、これねあの編んだけど失敗作なんですよ。なんかサイズがねもうね巨人が着るのかっていうぐらい大きくなっちゃってほんとに何を間違えたんだろうっていう、なんか糸の選択多分間違えたんでしょう見ます、なんかね分かりますか、ほらここがだるんだるんでしょ、でここゴム編みしてるんですけどもうダルンダルンなんですよ。でその上にこうあのネック部分みたいなのもあのダルンダルンなんですよね。なんかもう部屋着です一応これは1個だ、完成させてる唯一の完成させてる一つではあるんだけども、もうね大失敗のセッターですよ。だからなんかウェア、あこれを編んだ時に、あ私って多分ウェアダメなんだわって思ったんですよ。サイズが全然できないって、合わせ調整がねその通りに編んでて、ゲージもちゃんと測ってやったはずなのにと思って、そうねすごいね、毛糸もたくさんこの時もね買ってたチャレンジしたんだけどな、何年前だった、もう何年前だったでしょう、忘れちゃいましたけど、でそうそう、まあ、去年もね、この冬の時期にねこうおすすめ飲み物でみちょのお湯割りっていうのを紹介してるんですよ、ね、で美味しいんですよ。私今年もやっぱりカラマンシー、みちょのねカラマンシー買っちゃってお湯で割りながらやっぱり冬の寒い夜は飲んでるんですけど、で絶
台風に私がコンビニや自動販売機で買ってしまう飲み物が今置いてるこれなんですよ。これホットレモン、これめちゃくちゃ美味しくないですか。これはアサヒのホットレモンだけど、何種類かこのホットレモンってありますよね。もうめちゃくちゃ美味しいんですよ。私これ大好きで、なんか寒いなと思ってあったかい飲み物買おうと思ってコンビニ入ったり自動販売機見たりして、このホットレモンって文字があると絶対買っちゃうっていう飲み物なんです。美味しいんですよね。美味しいんですよ。まあ、柑橘類がね、私大好きなのでとっても美味しく感じるのかなとも思うんですけど、あ、そうだ、皆さんこの間あこさんのライブ見られました？私も参加しててね、ちょっとねコメント欄ではね、なんかあこさんがこんな喋り方する感じに聞こえないってね、私動画の私はねなんですけど、結構あんな感じですよ意外とね。意外とでもない、私の中では意外じゃないんだけど、そう楽しかったなあ、本当に楽しかったですよ。でね、コメント欄のね皆さんもね、こうすごい暖かかったが暖かかったんです。私ライブ大好きでね、まゆみさんもね毎週、最近また毎週金曜日にねライブしてくださってるからいつも楽しみにしてるんですけど、ちょうど子供たち の寝かし寝る準備だったりの時間だから聞き線が多いんだけど、まゆみさんのライブはね、で後からチャット欄とか含めてこうアーカイブをもう一回ちょっと見たりするんですけど、もうね普段の素のねまゆみさんに近いところが多分見れてるというか、でなんかやっぱりこうインタラクティブに返ってくる感じ、反応がね、もうねそれが楽しくって、多分本当に聞き戦で聞いてるだけでもね楽しいんですよね。まあそれもなんかまゆみさんとか、まあこさんの時もだけど、ライブしてくださってる方たちが楽しんでるっていうのが伝わってくるから聞いてるこっちも楽しくなるんですよね。本当楽しかったな。初ライブってあこさん言われてたんだけど、もうね一時期200人超えですごいと思いながら見てて、それでねあこさんのそのライブを聞いてる時にね、私ね一回だけゾーンに入ったんですよ。このちょうどダイヤモンドヨークセーターのちょうどこの最後のダイヤ部分を編んでるとこだったんですけど、の先の方をね編んでるとこだったんだけど、なんかね聞いてるんですよ。で話聞いて面白いなとか、チャットもちらっと見たりして、みんななんか楽しいこと言ってるなって思いながらだったんだけど、もうね編む手が止まらなくなっちゃった時間帯があってね、ゾーンに入ってましたね。あの時はなんか乗り移ったかのようにね、で楽しかったなぁ。あこさんまたライブしてくれないかな。あこさんのライブ聞きながらガンガン進めそう。もちろん皆さんのねライブもね、こう時々ねこうちょっとコメントとかチャット残してなんかいけど覗いてたりすること時々あるんですよ。そうなんですが、皆さんそれぞれのなんか雰囲気がね出てね、みんなそれぞれ素敵ですね、やっぱりね。何ですかこの黄色、見えます？なんだこれは、なんだ、何かが出現してる。渡り糸かな、どこを引っ張ったら治るんでしょうか、これかな。よかった消えた渡り糸が、でもなんかチラッとこんにちはしてますよ、チラッと。これだ、ここだわ、ここだ。まあ、いいか、後からちょっとちょいちょい直しましょう。でね、あこさんがその後またね、
あの半数動画を出されてたんですよ、あのライブのを振り返ってみたいなね。でその時におっしゃってたんだけど、あの趣味がね、同じ人が集まって、やっぱり集まると本当に楽しいし、こう年年齢、あのさやさんも言われてましたね、動画でね、あの年齢関係なく楽しめる、あの同じ趣味の人が集まって楽しめるってすごいことだよねっておっしゃってて、でその話されてる時にちらっとね、あこさんがね、あのどの編み物だけじゃなくてね、こう他の趣味もでもそうなんだと思うけどって話されてたんだけど、そうそう、それ聞いて私ね、あの編み物はあの他の、あのこれは私が趣味だからっていうわけではなくて、よちょっと考えてみたら他の趣味よりもね、あの年齢幅がすっごい広いんじゃないかと思うんですよ。でやっぱりなんかほら、子供の頃もにも編み物をやって、私もちょっとお母さんに教えてもらってやってたんだけど、やってる人って多いじゃないですか、まあ、もちろん大人になってから始める人もいるんだけど、子供でもできるし、でずっとずっと年取ってね、おばあちゃんやらになってもできるじゃないですか。でもやっぱなんか物によっては、趣味のなんかいろんなものによっては若いうちしかできないこともあるし、子供にはできないこともあるしで考えると、編み物っていうあのものは手芸全般もかもしれないは、あの本当にみんなウェルカムな趣味なんだなってちょっと思いました。で本当に見事にみんな共通の話題としてね、話ができる趣味の一つでもあるしね、なんか若い人だけじゃないと話が合わないとかっていうこともないですもんね、ケイトに関してとか言ったらね。でね、私が編み物好きだからそう思うのかもしれないけど、みんな編み物やればいいのにって思っちゃう、押し付けちゃうでもやっぱり指先使うしね、これから私なんか年取る一方だから、こういうあの指先を使うことって大事なのかもしれないなとも思ったりもしますよね。ただちょっと問題は運動不足になりがちってとこですよね、座ってやるからね。あ、そうそう、でこの間あこさんのそのライブの時に立って編んでるっていう方おられましたね、セーターをね、すごいと思って、まゆみさんもね時々立って編んでるっておっしゃってるんですよ。ただセーターって結構な重量あるじゃないですか、首元だけの部分ならまだね、とか編み始めだけならまだあれなんだろうけど、結構な重量あるし、なんかニッティングベルトだっけ、なんかありますよね、あの腰のとこにしてちょっと重さ軽減する分、なんかあの実物全然見たことないんだけど、話だけしか聞いたことないんですけど、ああいうのとかを活用してされてるのかな、どうやって編み物されてるのかな、立ってね。 でも私一回だけ、ま、その時はあのウェアじゃなかったんだけど、靴下編みをね立ってやったことあるんですよ。でその時はちょうど私家にあの普通にトンとこう肘を置ける、立ったら肘を置けるぐらいの高さの、なんていうんですかね、あれカウンターがあるんですよね、台所のとの境目に。そこに肘をこうトンと置いて、で靴下の毛糸をポンと置いて編んだことはあるんですけどね、持たないんですよ私、やっぱり立って運動不足なんでしょうね、筋力めちゃくちゃ低下してんだろうなって思っちゃう、持たなくてね、すぐ隣にあるソファーに座っちゃった。でもちょっとなんかせっかくそのもうちょうどいい高さなんですよね、スタンディングテーブルとか買わなくてもいいぐらいのちょうどいい高さだから、そこを活用すればあれですね、セーターでも編めるかもしれないな。うん、なんかね最近ちょっと長尺になってきてるんですよね、動画がね、なんかあのまあこう
ね暇だなっていう時とか、まあ年末年始はね忙しいし、あのご実家帰られたりとかね、お孫さんがうちに遊びに来たとかね、なんかあるかもしれないからね忙しいと思うけど、またちょっと落ち着いて暇だなと思った時に、なんかそういやマルヒアいう人が動画出しとったわみたいな感じでね、ちょっと思い出してもらって、見ていただけたら嬉しいですね。でそうそう、私ね意外とウェアの本持ってたことにね気づいたんですよ。この間整理してたらね、私あんまり持って編みたい気持ちは多分ずっとあって、でウェアの本何冊か持ってたのに、その中から一個も編んでないんですよねえ、びっくりしちゃう自分でも。なんかその本屋さんで見た時はあこれかわいい絶対編むって思ったんだと思うんですよ、その時の自分は。でも結局ねなんかいろいろ多分編み図を見て、家に買って帰って張り切ってね、で編み図を見て、あ私なんか難しいかもって思っちゃったんでしょうねもう本当に。だからね、でもまあ今これをこうちょっと経験してみて、もしかしたら編めるかもって今見てみて思えたものが何着かあったので、ちょっともしかしたら次またウェア編みたいなって、これが終わった後にねウェア編もうと思った時は、その持ってる本とかからね探してみようかななんて思っております。ということで今年の振り返り動画だったんですが、なんかそんなに振り返ることもせず雑談動画となりました。でね、私も今年すっごい感想が、まだ喋るんかいってねなんか終わりそうな雰囲気だったのにまだ喋るんかいってなってますけど、すっごい乾燥が今年はね強くて、でちょっとボディーソープをね変えたらね、家族全員かゆかゆが出ちゃってね、かい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 が出ちゃって、だからまた元に戻したんですけど、なんかもうねそれからねかゆみがすごかったりするんですよ。だから皆さんもちょっとボディーソープ新調するときは気をつけてください何の忠告だって話なんですが、でね、乾燥するからねハンドクリームもねいろいろ毎年しばらくこう薬局の前で悩んで、こうどれがいいだろうって、薬局の前じゃない、薬局のね売り場の前で悩んで、どれがいいだろうって、これ良さそうあれ良さそうみたいなのをねチラチラ見ながら、結局いつものハンドクリームに戻ってくるんですよね。それがこれね、これ去年も紹介したんですよ、コスパ最強で、サラサラ、もう塗ってすぐサラサラになるから毛糸がすぐ触れるのが最高なんで、編み物する始める前は必ず塗るし、途中でもね時々塗ったりするしっていう感じ、コスパ最高なんですよちょっと気になる方調べてみてください、めちゃくちゃ安いんで、なんで遠慮なくドバドバ塗れるしね、安かったら。でこれをまた今年も買いました、2本目本当はねなんかいい匂いがしてこうちょっと気分上げ上げみたいなハンドクリームもいいんだけど、私使用感がすごい気になるので、ベタベタが苦手でね、スマホとかにめちゃくちゃ指紋がつくじゃないですか、あれがちょっと苦手なので毎年このアトリックス買ってます。とやっぱり喋りが長くなっちゃったということで、今日もダイヤモンド抑制ター編みながら、ちょっとね今年2022年の振り返りをしてみました。皆さん実は今日ね豪雪地域がねたくさんあるみたいなんですよ。なのでね十分お怪我とかねなさらない、幸い私のマルヒア地方は雪がめったに降らない地域なので、今日も
全くと言っていいほど雪が降ってなかったんですけど、あのひどいところね、雪がね、ちょっと皆さん十分気をつけて、なんか寂しい痛ましいニュースもあるじゃないですか、ちょっと車の中でねとかね、亡くなっちゃってたりとかっていうのも聞くから、ちょっと皆さん十分気をつけて過ごされてくださいね。でもしかしたら今年度じゃないわ、今年最後の動画になるかもしれません。皆さん2022年も本当にありがとうございました。また来年のね2023年皆さん素敵に迎えられますように。そして2023年またマルヒアをどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日はここまでにします。